頭になるって言いました。あとは何を思い描くかによって本当にいろんな現実を私たちは実は作り続けているんだっていうことなんですよね。個人的な出来事もこの画面に映ってるような自然災害も大きな人間同士の争いである戦争も実は毎日毎日の私たちの思いの積み重ねの中からそれが種となって現実が現れてくるっていうことにそろそろ私たちは気づく時が来たなと思っています。この画面の様子っていうのは去年の、ね、3月11日の日の一場面ですけれども、まさか自然災害を自分が作ってるとは、遠くで起こる戦争を自分は関係はないだろうとか、経済がいろんな風に動くのは今自分は関係はないだろうとか人は思うと思うんです。自分の現実ですら誰かのせいにしたりしがちです。ということは私たちはいつまでたっても被害者で力のない存在だということになってしまいます。でも本当は私たちが現実を思いという種をまいて作ってるんだよということをこの歌では歌っています。一人一人の小さな思いも集まれば大きな出来事になっていきます。そして自分たちが現実を未来に作る力を持っているとするならば、じゃあこれからどんな種をまけばいいんでしょうか。歌を聴いて歌います。
全ての命のつながり